皆様、こんばんは。ささやきのカンアクアです。カイウラニ王女は実在の人物で、ハワイ王朝最後の王女です。1875年に、カラカウア王、カメハメハ大王のひ孫の妹である母と、スコットランド人の父のもとに生まれ、生後すぐにカラカウア家へ養女に出されました。本名を、ビクトリア・カウェキウルナリオ・カラニヌイア・ヒラパラパ・カイウラニ・クレゴオンと言います。カラカウア王家とは、あのカメハメハ大王の子孫を継承し、ハワイ王国の王位を維持していった王家です。ハワイの歴史を簡単に説明すると、ハワイの各島は長い間、世襲制の王が統治していましたが、1778年に、ジェームズ・クックがハワイに到来したことにより、ヨーロッパの影響が及ぼされるようになり、貿易や文化交流が進みました。ハワイ島の戦士であったカメハメハは、ヨーロッパ人が持ち込んだ武器を駆使して他の島を征服し、1795年にハワイ王国の建国を宣言しました。これによりハワイは外部からの干渉を抑えることができるようになり、またハワイはヨーロッパの考え方を取り入れ立憲君主国となったことで、伝統的な社会構造が変化しました。西洋からの移住者、布教者、プランテーション経営者などが増え、ハワイ社会に影響を与えたのです。しかしながら、ヨーロッパ人の到来により、感染症がハワイに持ち込まれ、先住民の人口が急激に減少しました。これはハワイの人々にとって大きな悲劇でした。サトウキビのプランテーション経営が広がり、その労働力として東アジアや世界中から低賃金労働者が集められました。これによりハワイの労働力と人口構造も変わりました。カメハメハ大王はこのようにハワイの歴史を大きく変えた人物であり、そしてカイウラニ王女はそのカメハメハ大王の子孫なのです。またハワイ王朝と日本の天皇家とは古いつながりがあったようです。なんと、カイウラニ王女が5歳の時に、日本の宮家との縁談話も出ていたようです。1881年、カラカウア王は通訳一人だけを伴い、人目を盗んで事前連絡なく明治天皇に拝謁します。彼は、ハワイの深刻な問題に気づき始めていたからです。1800年代初め、ハワイにはキリスト教布教と捕鯨目的で列強が出入りするようになり、白人はハワイの内政に干渉し選挙権を得て、1850年頃には土地の私有化が合法になり、全土の 75% が白人の土地になりました。ようやくハワイの王がこの問題に気づいたのですが、時遅しでした。カラカウア王の目的は同じアジア人として日本と一致して欧米列強に対峙しようという提案をするためです。当時日本はアジアで唯一列強に対抗できる準備をしていた国。切実な王は名であり皇位の資格がある5歳のカイウラニ王女を皇族に嫁がせてでもと願い出ます。日本の宮家との縁談話、カイウラニ王女と山品の宮親王との結婚の話が提案されたのです。しかしながら日本の返事は釣れないものでした。明治維新から15年そこそこの日本には列強を敵にハワイを助ける力はなかったからです。またカラカウア王は明治天皇に会ってハワイへの移民を増やすようにも交渉しました。この頃ハワイはサトウキビの一大生産地となり、米国との間に互恵条約を結び、オアフ島の真珠湾や現在はフォード島と呼ばれている小島の割譲と引き換えに、砂糖を含む輸出品の自由貿易を可能にしていたため、プランテーションの労働力を必要としていたのです。さて一方でカイウラニ王女はイギリスへ渡り社交界での教育を仕込まれていました。野蛮な国の王女と差別を受けながらも、カイウラニ王女は苦しくも美しい青春時代を送っていました。年頃になったカイウラニ王女には恋人もできました。彼はイギリスの社交界で高名な人物であり、カイウラニの心を射止めました。ところが間もなくカイウラニ王女はこの恋人との別れを余儀なくされました。ハワイでは政局が急変していました。1887年、
有力な白人サトウキビ農場主たちがカラカウア王の浪費スキャンダルに乗じて武力放棄し、国王からほとんどの権力を奪う新憲法への署名を迫りました。それは外国人の権利を強化し、先住民の投票権を制限することで白人勢力の影響力を強化するために制定されたものでした。ちなみに武力放棄の一軍を率いていたのはハワイ王国生まれの法律家かつ政治家であるローリン・サーストンとサンフォード・ドール、パイナップル王として知られるジェームズ・ドールのいとこでした。1891年カラカウア王が死去し、妹のリリュー・オカラニが王位を継ぎましたが、間もなくハワイの有力な白人層が主導したクーデターにより女王の権力は剥奪され、臨時政府が成立しました。ドール、パイナップル王のいとこの臨時政府は急ピッチで政権の基盤を固め、1894年7月にはドールを大統領とするハワイ共和国が誕生したのです。祖国の危機を感じた時、カイウラにはイギリスを離れアメリカへ西岸に行くことを決意しました。彼女の愛と義務の葛藤は彼女の人間的な成長を促すものとなりました。こうしてカイウラニ王女はアメリカを訪れ、クーデターの不当性を訴えるために活動しました。彼女は美しい容姿と感動的なスピーチでアメリカのマスコミや一般市民の同情を引きました。そこでの彼女の美しい振る舞い、見事なスピーチ、野蛮な国の王女と揶揄していたアメリカのマスコミたちを驚愕させたのです。これによりハワイ王家の立場が国際的に注目され、支持を受けるようになり、カイウラニ王女はアメリカでの活動後ハワイに帰国しました。しかしカイウラニ王女の願いは届かず、ハワイ王朝は終わり、ハワイはアメリカの属州となったのです。カイウラニ王女は失望と悲しみに包まれながらもハワイ文化と遺産の保護に尽力しました。そしてカイウラニ王女は1899年にわずか23歳で亡くなりました。彼女の死はハワイの人々に大きな悲しみをもたらしましたが、彼女の遺志はハワイの文化や歴史の保護に影響を与え続けました。1993年11月23日、ハワイ王朝転覆100周年記念式典。アメリカ大統領ビル・クリントンにより、アメリカ合衆国がハワイ王朝の転覆に対して、錯誤が存在したことを公式に認め、先住民であり、その王国を構成していたハワイアンに正式に謝罪しました。そしてカイウラニ王女の名前はハワイの現代にも息づいています。彼女の名前を冠したカイウラニホテルはハワイの名だたる観光地であり、彼女の偉大な遺産を称えるものです。その美しいホテルはカイウラニ王女の存在がハワイの人々の心にいつまでも生き続けることを象徴しています。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画をお楽しみいただけましたら、いいねのマークを押してくださいね。また、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方もよろしくお願いいたします。皆様とまたお会いしたいと思いますので、またぜひ、ささやき旅館の館へお越しくださいませ。